ということで、レッサーパンダたちの手が届かない場所へ移動し食事をすることに。しかし、ダメよ、ダメよ、ダメよ、ダメだって。ねえ、あー、やばい、落ちる、落ちる、うわ、ちょっと立っちゃったじゃん。そう、怖いですよね。焦った。そして午後9時、みんなで一緒に寝ようと準備をするベッキーさん。しかしこの後、予想もしない出来事が。叩け叩け。寝たいのに。その後、遊び疲れたレッサーパンダたちはベッキーさんと共に深い眠りにつきました。